今日はね、なんとね、まさかのジブリ飯のハウルのさ、城に出てきたベーコンエッグみたいなやつ、あれをさ、ちょっと作っていこうと思うんだよね。なんかまず、なんかちょっとスーパーとかに売ってる、なんかちょっと燻製のね、ベーコン、あれめっちゃうまそうだなと思って、これを買ってきたの。で、これをね、まあ包丁でこう切っていくんだけど、まあまずこの商品名を見せないところから、まず私の、なんか初心者ぶり、もうビギナーっぷりがさ、いっぱいこう醸し出してるんだけどさ、ベーコンを取り出す、パックからベーコンを取り出す、結構ね、分厚いの、これが。で、分厚くてさ、これ縦に切れるかなと思って、これね、今ね、厚さをどうしようかなって思ってんの。もう、2枚できるか3枚できるか、どうしようかなと思って、でも2枚って結構太いなと思って、まあ結局この、今からね、3枚にしてね、こうやって切っていくんだけど、こういう動画をさ、撮るのって初めてだから、この感じでいいのかなって思いながらこうやって切っていく、そう、スライスしていく、いいね、包丁をこう、入刀していって、そうやってこう、薄くね、切っていくんだけど、まあね、こういうさ、なんかやつってめっちゃ切りにくいじゃん、縦に切るのって。だから結構こう、慎重にね、こう、厚さをね、見ながらこう、切っていくんだけど、まあ結局まあね、バラバラって、あ、これいいね、この、ペロってなる感じ、あーいいね、すごく美味しそうです。で、まあ今回のベーコンエッグなんですけど、なんかね、原作っていうか、そのハウルの仕事、じゃハウルの仕事じゃねえわ、ハウルの城では、なんかベーコン1枚に対して卵はね2個ついてたんだけど、ちょっと今回なんか、まあ、ちょっと私太ってきて、ダイエットとかもちょっと考えたいなっていうので、ちょっとベーコン1枚に対して卵1個で作る、あーもうちょっとフライパンのね画像になってしまったんですけど、これを今からねベーコンね焼いていくんだけど、ここでジューって言わない。これがね、IH の火力ですね。そう、IH の火力ですね。これがね、なんかジューって言わないのちょっと残念だなって思うんだけど、このジューってこう言わせたいがために温度を上げる。そう、温度を上げていくんですね。温度を上げて、まあしばらく、こう、両面がね、焼けるまでこう待っていくんですけど、もう大体いいかなっていうところでちょっとめくりたいんだけど、さあ、めくるか？めくらない。まだめくらない。まだちょっとね、辛抱してます。私すぐ、せっかちなんで、なんか料理とかをしていくと、もう焼き目ついたかなって、なんかもう10秒ぐらいでこう確認するんだけど、全然焼き目ついてないのね。IH だから。でも、ちょっと今回火力をね、強めにしてるから、もうちょっとね、焼けるんじゃないか。あ、来たね。今、影が動いた。私が来ました。そろそろ確認するんじゃないか。ベーコンを確認しよう。ベーコン今から焼き目をちょっとね、確認しないと、ちょっと、確認しよう。あー、動画のこのね、喋りも結構大変なんだから。喋りも結構大変。あー、確認しよう。結構もう今の時点でジュジュ言ってるんじゃない？今ちょっと火力を弱めたのかな？で、ペロッとめくって、あー、まだ焼けてない。ここでね、せっかちな私の部分が出るわけですね。まだまだちょっと弱火でじっくり焼いて、美味しいベーコンにしていくんだけど、あー、確認しました。もう10秒ぐらいしか経ってない。あー、確認しました。お！ひっくり返す。あ、違う、油を塗っただけでした。なんかさ、こういうなんか焦げにくいさ、なんか加工されてるフライパンとかって、なんか空だき、空なんかこう何も塗らない状態で塩とかさつけたら、なんか加工が取れて焦げやすくなるみたいに言うじゃん。だからちょっとベーコンのね、油をこうフライパンに先に塗ったんだけど、もうそろそろなんか焼けてもいいんじゃないかっていうか、お、なんかプツプツって言ったね今。あ、いいんじゃない、せーの。あー、いいですね。でもね、多分ね、IH 使ってる人分かると思うんだけど、 IH あるある、真ん中しかこの焼かれないみたいな、端っこ全然焼かれないみたいなやつね。今ちょっと端っこどうしようかなって考えつつも、ちょっとベーコンね焼いていくんだけど、美味しそうですね、このベーコン。すごく、でもね、食べたんだけどすごく美味しかったです。燻製ベーコン、やっぱちょっとなんかスモーキーというか、なんかちょっと美味しかったです、普通のベーコンよりも。こうさ、ちょくちょくなんか自分の録音をさ、こう聞きながらこう動画を見てるんですけど、まあ、結構私のこの喋りが結構うるさくて動画に集中できないかもしれないんですけど、そこはちょっと皆さん、ご遠慮っていうか、もうね、あれ切ってミュートにしていただいて全然いいんで、今ちょっとお酒を飲んでて、テンションがちょっと高めなんですよね。こうやってね、ベーコン2枚こうやって裏返していくんだけど、こっからまだね、まだ焼いていきますね。はい。あ、そうですね、今ちょっとスキップしていい感じにベーコンが焼けてきて、湯気とあと燻製のね、いい香りがしてきました。ここで卵を投入。あー、美味しそうですね。もう表面がこうペルペルペルってこうジュルジュルってなってすごく美味しそうです。今回私ね、実は片手で割れるんですよ。片手で割っていく。あー、いいですね、かっこいい。ハウルも片手だよね。美味しそうです、とっても。まあね、卵を片手割ったところで、ここからまたジュジュ焼いていくんですけど、ここでこのね、ドゥルドゥルがあんまり好きじゃないんで、蓋をねしてちょっと
なんかいい感じに火を通らせていこうかなって思うんですけど、この蓋がねまさかのね小さい、もう一回り二回り三回りぐらいも小さくて、えどうしようみたいな感じになって、もうこのまんま弱火でじっくりじっくりね焼いていこうと思います。これね、なんでアングルを変えたかというと、ちょっと美味しそうに見えるかなと思って近づけてみたけど、まあ大して変わらないっていうね。はい、でまあこのアングルでどんどん焼いていって、もうちょっとできるかな。はい、ここで火を止めて、まあ、お皿に移そうと思います。ベーコンもいい感じに焼けて、卵もね、半熟というかもうほぼ黄身は生なんですけど、まあ、白身の部分だけいい感じに焼けて美味しそうに出来上がりました。器に移します。で、まあ、器にね移して美味しそうなところ、ここねめっちゃ手こずった。全然この真ん中にねペロペロがね、端っこがね真ん中にしか行ってくれなくて、もうめちゃくちゃどうしようと思いました。もう結果的に一回置いてずらすっていうね。まあ、これでこういい感じにこう盛り付けて、実際ハウルの時ってこの皿だったかあんまり覚えてないんだけど、ちょっと目に入ったのがこれしかなくて、今卵もねちょちょいとこう盛り付けていきます。今喋りがなくなったと思って落ち着いて聞こうと思った方、いやそんなことないですよ、私はもうずっと喋り続けるんで。あー卵もね乗りましたね、なんかあのかけらみたいなベーコンについてますけど、もうずらしていい感じに盛り付けます。ここにねトマトとかがねあったらねいいんですけど、まあ、残念ながらねトマトはね準備してなかったですね。今回もベーコンと卵だけでいこうと思います。はい、そして出来上がったので今からねいただきます。黄身を割ってフォークでこうグリ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 切っていきます。これがまたね、結構切りづらかった。卵はまだいいんだけどベーコンが全然切れなくて、本当はかぶりつきたかったんだけど、動画的に切った方がいいかなと思ってそのまま今切ってるんですけど、だいぶ苦戦してます。苦戦してますね。頑張れ頑張れ、あともうちょいだ私、あともうちょい、あいいねいいねいいね、いい感じいい感じ、あ切っていく切っていく。でも後ろで猫ちゃんがなんかちょっと遊んでるんですけど、あいい感じですね。ベーコンを切ってベーコン、あーもうね切ったところちょっとぐっちょぐちょやね卵で、うん、このね卵のトロトロ具合がすっごく良くて、ちょっとなんかまだなんかテローンってなってるのはあるんですけど、このトロトロ具合が私的には結構ベストな感じでした。一緒にね食べたかったんですけど、ちょっとなんかあれかなと思って、結局ねあのベーコンはちょっとごめんなさいね、ご飯で遊んでるわけじゃないんですよ、本当は遊んでるわけじゃないんですけど、まあ食べて、あもうすごく、まずまあ卵がね、まあ味付けてないで卵の味なんですけど、ベーコンのね塩味、その塩分の感じとすごくマッチしてて美味しかったですよ。でこれベーコン1枚足して卵1枚だったんですけど、ベーコンやっぱりあのアニメっていうか、そのハウルの動く城通りにベーコン1枚につき卵2個の方がねいいと思う。なんか結構塩分強くて卵1個じゃ正直あの足りない、なんか正直あのベーコンの塩味がめちゃくちゃ勝ってしまうんで、卵2個の方がなんかちょっと体にはいいっていう、まああんまり良くないだろうけど、結構まあ食べやすかったなって思ってます。なんかすごくね雑な動画だなって思うんですけど、またこうやってあのジブリ飯を上げていけたらなと思うので、まあぜひ皆さんこのチャンネルを登録して、あの私のあの適当で適当かつなんかあのすごく適当なおしゃべりの動画を見てくださるととっても嬉しいです。ということで、まあ、これを黙々食べる私の動画でおさらばしようと思います。では皆様グッバイ。